いい景色、いい釣り場、そして超うるさい。いいアングラーここに見つけた。バゴってるんだ。どうも。この前はありがとうございました。マッチ軍団、あ、味噌ポテ軍団とのねバトル。あれで僕らも一レベル上がったと思います。最近ちょっと悩みがあるんですよ自分。ボトムプラグがいまいち動かし方がよくわからない、なのでちょっと少し教えていただけないでしょうか。簡単に、はい、じゃあ簡単にやっていきます。はい、いいですか。はい、お願いします。まあ、とりあえずキャストしてもらって、はい、でまあ最初簡単に、まあ一番最初簡単に釣る方法って言えば、はい、弾くっていうんですけど、弾く、プラグを出して、はい、手首でパン、おお、結構強く弾くんですね。そうですね、これ結構また強めに弾くのも普通で、青上に、うん、やったりとか、結構縦気味にしてあげて、おお、こんな感じで、あの、おお、まあ、手前でやりますけど、はい、ストン、このフリーボールのストンってこの落ちる、うん、まあ、これが結構落ちた時に食べる。まあそうですね、まあこう上げた時っていうのが、ああ、そうなんだ。ストンって落として食わせる。このなんかリフトした時に食うもんだと思ってたけど、まあ、こういう時、そういう時もあるんですけど、うん、基本的にはこのスラックをしっかり出してあげて、はい、そのスラックを出してあげることによって、まあ、こうなんだろうな、テンションフォールじゃない、うん、フリーフォールですから、うん、そうすると、まあ、落ち方がこう不自然な落ち方じゃなくて、うん、こうストンと落ちるようになる、うん、これでまあリアクションっていうんですかね、うん、あの魚口使ってくれるようになってくるんで、簡単な魚は結構これで取れますね、うん、でそれがルアーによって、はい、あのダートランとかだったらこう左右に、はい、シャインライドの左右に取るけど、うん、タップダンサーだったらこう上に上がってストンと落ちるんで、うんうんうん、あの引く時が違う。こんな感じで上の部分、あ、本当に本当に弾くというか、そうですね、こんな感じで、簡単に釣れる。おえー、かっこいい。これがまず1個目、はい、これちゃんとスラックを出してあげて、はい、アルミを出してあげて一気に手首でテンションを張ってあげて、その後もちゃんと抜いてあげる。ここ巻くときは、はい、どの時とかってあるんですか。巻くとき、まあ、これの時ってことです、はい、弾くとき一定に巻いてる感じ、まあ、なんだろう、結局その弾いた分だけスラックを取ってあげるっていう、はい、結局ここで弾いた分またスラックが出るので、さっきのは、まあ、こういう強めのアクションでしたけど、うん、まあ、若干弱めの方がいいってもあるんで、ちょっと弱めそうすると移動幅が少なくなる、移動幅が少なくなった方が絡んでくるっていうのがあるので、まあ、その時はこっちの方がいいかな。この細かくやるときもしっかりこのテンションをかけないで、うんうんうん、落とすとき、ホールさせるときにテンションをかけないで、こうふわふわってなってくる、うんうん、これがすごい肝。違和感を出させないためにテンションをかけない。そうそうそう。このテンションをかけてしまうことによって、はい、まあ、その簡単に取れる魚を逃してしまう。それ聞くときも多分あるんですけど、基本的には、まあ、こっちの方がいいかなという感じです。で、Tラインとエステルラインは、まあ、基本的になんだろう、うん、上目に上げたいとき、うん、割と魚が中層気味に浮いてて下目にこう寄せたいなーってときは自分はピー使うので、糸が浮くんで、この分あの中層に浮きやすいんで、ルアーも上がりやすいから魚も寄せやすいんで、うん、まあ、タップダンサーとか、うん、結構テンション抜かないでやっちゃうパターンが多いですよね、あの初心者の人とかは。そうそう、まあ、テンション抜かない方がいい釣りもあるんですよ。メダルバイクとか、あ、抜かないで落としてあげた方が、はい、そのなんだろうな、かかるんで、そういう場合もあるんですけど、うん、自分、まあ、そんなぶっちゃけ器用じゃないんで、まあ、この釣りでも今回は今まで釣りしてる感じでは、まあ、結構いけてるのかなっていう感じですね。まあ、まあ、ちょっと相当バックで釣ってた感じで、その時にやっぱりその落とし方ですよね、しっかりもう癖つけてあげて、こう
結構その自分クラッチフックつけてるんで、あ、ま、なるほどね、はい、クラッチフックテンションを、まあ、かけずにかかるんで、うん、なんか針の番手のこだわりとかあるんですか。自分は腹は8番つけて、うん、ケツは6番つけることが多いですけど、うんうん、初期がかりで抜けるときとか、ジジジジスポーみたいな感じで、うんうん、抜けるときなんかは、はい、割とその8番にした方が、うん、深いところに刺さってくれるので、じゃあちょっとそういう場合の方がいいときもあるしって感じですかね。その時の条件をして大きくするか小さくするかっていう、そうですね、こんな感じ、まあ、ちょっと6番でちょっと遊んでたんですか、ジジジスポー8番8、8にしたんですけど、パンこれ最初強め絶対やった方がいい、魚寄るんで、まあ一発目はそこ、はい、まあ食わせ、あとはまあ簡単、一番簡単なんだ、シェイクが一番簡単なんで、はい、まあこんな感じで、竿先を優しく持ってあげること、リーディングスピードをまあ早め遅めとかもあるんですけど、まあ、基本的にはこう遅めでいいです。だいぶ遅いですね、これ冬場とかすごいよく効くんで、割とマットになる。おーい、タップダンスも、タップダンサーいけ。これカット、これカット、めちゃめちゃダサいんだこれ。いっちゃってんだよな。いやどうかな、こういう感じ、トン、トン、トン、これが結局その中層のマスにアピールをして寄せてきてくる、はいはいはい、さっきのシャインライトとかより上に浮いてます。シャインライトとかダートランとか、これは勝手な自分のイメージですか。自分のイメージはそのある程度、まあ、ベタボコにいるときにシャインライトとか、ダートランを使うときで、でその魚自体が速、動きが速いときにシャインライトで、うん、遅いときにダートランを使うときで。大事なのは、ルアーの特性を知りながら、はい、その魚に寄り添っていくのが大事ってことですね。そうですね、やっぱ結局は寄り添いなんだな。まあ、タップダンスでやってみます。はい、同じです。トン、トン、早い、今の、すいません、すいません、すいません、トン、トン、おー、早い。このストーンで、結局今ホールしてるんで食うのか。そう、この今もやっぱホールしてる時に食ってるんで。ストーンで食うのね。はい。おお。こんな感じで。おお。まあ、これでもう食わないんだったら、はい。まあ、ちょっとこう弱めに、弱めに、弱めにバンプ、弱めにバンプ。おお。弱め、強めから弱めに切り替えると。岩とか多いときは、うん、あんまりこうなんか下めのシェイクっていうのは、自分はこうちょっと弱めにやった方が、まあ、根がかりとかも少ないんで、うん、弱めに。おー、これも強めのシェイクがこういいときと、うん、弱く強めのシェイクはどうですか。強めのシェイクはもうこんな感じで、うんうんうん、かなり強い。弱めのシェイクは、おう、もつれちゃう。弱めのシェイクで言えば、本当に竿先、本当に長トロとかめっちゃ効くんですけど、本当に優しく、弱めに弱めに優しくで、なおかつリーディングこれ速くなると移動してっちゃうんで、優しい。こんな感じで、まあ結構その竿を優しく持ってやるのがコツかなって。優しい。え、ロッドって何がいいんですか。ロッド今何使ってるんですか。今は、グレイウルフの、はい、MLE の、その情報をついてオリジナルの緑です。お、やっとだ、はい、かっこいい。これグリーン、グリーンや、グリーンや。僕は最近ずっと PE はこれで、ね、ボトムはこれで、ボトムはこれでやること多いですね、はい、これと、あとはこれもロデオクラストなんですけど、はい、ホワイトウルフの MLS、 ステルの035か04、あ、 MLS でやってるんですね、はい、と、あとイエローウルフの、はい、62L にエステルの035、もしくは、
位置上のソリッドにエステロ03。おー、下に沈んでればエステロで、うん、中層にまあいるようだったら呼びたいから P 使うことが多いんですけど、まあ、あくまでイメージなんですけど、うん、でその MLS でこう最初かかって EG ポーって抜けちゃうときとかは、うん、多少食い込ませた方がいいのかなっていうんで、うん、あのソリッド、うん、よく使えます。あの竿先がこうちょっとあの溜めてくれるので、うんうん、ソリッドを使って食い込ませることが多いかな。はい、てなわけでマッチーさんありがとうございました。これで僕らのボトムスキルがまた一段階上がると思います。わかりました。またいろいろと教えてください。ありがとうございました。かっこいい。